しかもあの車全然似てねえんですよ。いやでも車思い出せなくて、何だって、久しぶりに会えた。どんな車だっけ。いや俺の車って言ったらこの新型フィットだよ。え、フィットしたんでしたっけ。聞いてない、フィットだよ、新型フィットだよ。昔この辺の店に行ったことあったよね。ん、この辺の店に行ったことあったよね。うん、何年か前の大晦日に。大晦日、ああ、もうちょっと行ったところですね。ん、もうちょっと行ったところ、下の、名前してたの。わかるわかる、斜めとかした時に、斜めとか、タコパート。で、駐車場に車止めてて、俺の車だけ雪が積もってるっていう。なぞ、冷えてた、車が冷えてた。いや、名古屋から来たから。ああ、そっか。あの店まだあるかな。あるどうですかね。連絡取ってんかわかんないけど、あるんじゃないですか。なんか近の知り合いの店。あ、そうそう、友達が私らに来られてた。どうしたね。スバルのあの人も転勤になったし。え、誰。え、いや、あの人蘇生中だから名前伏せるけど、一人しかいないじゃん。スバル、スバルのスバルこの働いてる人。え、そうなんですか。あ、知らなかった。知らない知らない、連絡取ってないし。ああ、まあそれもそっか。どこに行ったんですか。今亀田。いいじゃないですか。で、まあ店変わるけど、今後もなんか俺の担当なんだって。いいじゃないですか、よかったじゃないですか。産婦人科。産婦人科。マジか、行ってくるか。行かない。用事ない。用事がない。寒い？あ、ちょっと寒いですけど大丈夫です。ちょっと信号。コーラ冷たいやつ？あ、これなんかね、もらったやつがね、もう溶けちゃってね、全然なんか水。まあその方がちょうどいい時期かもしれない。いや、昼にもらったんですけど、なんかもうコーラ味が水、味が水。この曲わかる。わかんないです。モモクロの有安桃花のソロ。キャラソンって声優見てる。配信じゃなくて投稿にすれば。え、いや、今撮ったやつ載せるとか。これただ動画撮ってるだけですよ。え、それ投稿すれば。どこに。え、ネット。ネット。俺みたいに。ああ、投稿すればしないですね。俺ライブ配信で一回もしたことないやん。ライブ配信ただ喋ってるだけですよ。うん、知ってる。ライブ配信あれだよ、テレビでしょ、生放送のテレビ、うん、トーク番組。素人が。まあ生電話みたいな。まあ俺もどっかの心霊番組と同じようなもんだが。雪の周りに星マークここで終わり。うん、
私がある。ここまっすぐ行くとあれ突っ込む行き止まり最後に、うん、行き止まりだよ。突っ込むよ、あの星に。星に突っ込んでどうなの裏かな